まあ、グレタ・トゥンベリさんのね一連の発言というのは、えー、地球温暖化という今、えー、人類が直面している大変大きな困難に対するアベアネス気づきを、ね、上げるためには非常に大きな働きをしていると思うんですよ。でグレタさんは、えー、一貫して、えーまあ、科学地球温暖化に対する科学者パネルとかねそういうかその科学的データエビデンスを引用して議論してるんで。 えー、グレタさんの主張自体は時にあの気持ちがこもってねあの強い、えー、感情が乗ってたりするんですけどその主張してること自体は非常に定量的で、えー、厳密なエビデンスにも続いてることでもちろんあの地球温暖化気候変動というのはあの複雑で、まあ、マクロな現象なんでね えー、そ,れをあのその影響を評価する、まあ、例えばシミュレーションだとかいろいろ観測については、えー、科学者の間でもさまざまな議論があるのは事実ですけども、まあ、その中である種のコンセンサスというか、まあ、この辺りが最も確からしいであろうということについて、まあ、グレタさんのデータを、えーまあ、言及して一連、まあの主張されてるわけでねですからそのグレタさんという、まあ、非常にユニークだけはなキャラクター存在感のあるパーソナリティが確かに主張はしてるんですけども。 その問題提起していること自体というのは極めて客観的なものでもあるということですねここはポイントだと思うんですで、そのグレーターさんの一連の言動についてねこれあの日本だけじゃないんです世界的に大人に利用されてるだけだとかあの高校生の 少女に分かることには限界があるだろうっていう風に言う人はいるんですねただ僕それ間違っていると思うんですというのはグレタさんね、えー、フランスのテレビ局にタイまあのインタビューに答えてる動画がネット上にあるんですけどもまあそこでそういうまあ批判があるとこれはまあヨーロッパでもあるとでグレタさんはそこで言ってるのは It's not about me 私に関することじゃないんだって言ってるんですね、えー、つまりグレタさんが主張しているということはあるんだけどその主張の中身はさっきも言ったように客観的な 地球温暖化の現状を事実に還元することであってグレタさん自身をねあれこれというのはまあお門違いというかあの本質を外してるわけですねつまりグレタ・トゥンベリーさんという方をどう評価するかということと地球温暖化というは現象現実があるということはまあ独立した話なんでね。ですからその、えーまあ地球 温暖化気候変動を否認すするる立場ってのがいるわけでね、まあ、トランプ大統領なんかそうなわけですがフェイクニュースって言ってるわけですけども、まあ、どれようなエビデンスに基づいてそういうことをトランプさんが主張してるのか分かりませんがそもそもエビデンスがあるのかも分かりませんけどもあのだからといってそ,の、えー、とそういう方が、まあ、その気候変動を否認する方々がグレタさんの活動自体がどうだとかそこにさまざまな大人の。えー が絡んでるからどうこううここっていいと自体が本質的でではないですよねそこにポイントがあるわけじゃないですからグレタさんの方がよほど冷静であの的確な言葉を使ってその辺りのことはあの表明しているように思いますであのまあグレタさんの非常に注目すべき人が出てきた時にまあいろんな形で動く大人とかいるんでしょうただグレタさんの言葉というのを聞いてると彼女はそういうのと無関係に言葉を発してるってことが感じられるわけですね。だからその よくこれは混同してそのコンスピラシーセオリーというかですねあの例えばグレタさんのああいう言動を通して利益がいる大人の集団がいるだとかうん,なんかそれを利用している人がいるんだとかいうようなことを言う人がいるんですけどもこれはやっぱり論理的に緻密なな考えではないでいすよね人間というのはやはり一人一人それぞれの倫理観、えー、認知にも続いて行動しているわけで、まあ、そういうあのグレタさんのことを えー、うまく使って何とかしようって大人はもきっと勝手に動いてはいるんでしょうけど、そのこととグレタさんの、えー、活動は全く関係がないんじゃないかなと思いますね。えー、まあいずれせよグレタ・トゥンベリさんという人は、えー、今年の、えー、世界のさまざまなあのアクティビティの中においても非常に注目すべき、えーまあ、活動している方だと僕は思います。そしてあのグレタさんという方の持っているメッセージ性については、あの人類全体でもっと深く考えなければいけないんじゃないかなと。 私は思っております。非常にあの注目してくれたさんの言動あのフォローしている次第でございます。